はい、こんにちは。今日も新しい音鳥が我が家にやってきました。こちら、鶏捕獲現場2号で全部捕まえたと思ったけど、1個急に現れた、どこから来たかわからない子です。顔がとさかが短いピッコロさんに似てますね。聞いてる？聞いてない。どっから来たかわかんないけど足に紐がついています。どういうことですか？そしてちょっと喧嘩鳥っぽい形をしてるけど、すっごい小ぶりだから多分そうではない。でこの紐結構硬くてナイフで切れなかったんだけど、なんかどうやらよいしょよいしょ、通れるかな。どうやら結構小さい時にくくりつけられたみたいで、全然なんか大丈夫かなと思ったんだけど、こっちの紐がちょっと食い込んでて、見えるかな、紐のところだけちょっとへっこんでて、こんなのさっさと切っちゃいましょう。はい、失礼します。映ってるかな。はい、私鼻水が垂れます。さっさと取りましょう。やだね、こんなんつけられて。いたずら目的でつけたのか、飼われてたからついてたのかよくわからないけど、足へっこんじゃったじゃんね。痛いね。幸いまだ骨までは届いてなさそうなので問題ないと思います。じゃじゃーん。こちら捕まえてくれたおばさんがアンソニーくんっていう素敵な名前をつけてくれました。このキラキラな羽がえらいキラキラでね、めっちゃ綺麗なんですけど。では今から2週間隔離生活よろしくお願いします。結構慣れてる。飼われてたのかなね。そう問題は大変ですな。今早速アンソニーくんを隔離ケージに入れようとしたんだけど、こちらヘコくんが住んでたお部屋なんだけど、おう、今のヘコくんが腕の中で泣きました。これは騒音問題になるわ。じゃなくてヘコくん、アンソニーくんのいとこかなんかが住んでたんだけど、ここに。でその子をニワトリ小屋の、はい、わかりました、ニワトリ小屋の中に移動してアンソニー君のための場所を作ったんだけど、外に出て帰れなくなってたトゥインキーが入ってるんだけど、やめてくれるかな。ああ、はい、というわけで捕まりませんでした。アンソニー君すいません、入ってください。あんたちっちゃいから広いね。しばし待ってください。トゥインキー君早速また違う使われてない隔離部屋に入ったんだけど、何が言いたいの？ご飯をくれってか。いや、鶏小屋の中に帰ろうよ。オンドリはあんまり慣れてない子が多いから捕まらないので、自分で帰っていただかないと。聞いてません。今年の中火な元気にしております。誰も名前がついてないから誰が誰かわかんないんだけど、名前ついてるやつは3つか4つか、まあとりあえず元気だから何よりですね。ダルくんがちょっと調子悪そうだね。最近オンドリの喧嘩が激しいから。やだね、この人強いです。中火なくせに兄弟をボッコボコにしちゃって、だから早めに出されちゃったけど、なんともなさそうだね。元気にやるんやで、大人は怖いぞ。あ、これレッドくん、知り合いのお家の庭で面取りを襲っておんどりボコボコにしてひどいことをしてたおんどりくん、ここに来たらどちらかというと下から数えた方が順位が分かりやすいっていう、まあちょっとかわいそうなことになったんだけど、意外にそれで茂みの中を駆け抜けて元気にやってます。最近の鶏捕獲計画からやってきたこの首と尻尾が濃い色の子、この子すごい綺麗なんだけど怖がりなんだよね。結構20羽ぐらいこの子とか新しい面取りが最近来たので、このおんどりもそうだね、このおんどりもそこから来たので、なんだかんだみんな元気にやってます。よいしょ、ルナさん抱卵期無事終わりました。よかったね。大きい面取りたちはなぜかこのすごい狭いところに集まるのが好きです。楽しいかい？狭いだろう。